こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、ギリギリアウト背徳 BL5 選。はい、いや BL 界にはやっぱ様々な、はい、なんですか、あの境遇の2人の、ね、はいはい、組み合わせがあると思うんですけど、中でもちょっと世間的に見たら、うん、これはどうなのかなって思う、ありますよね、はい、ちょっと許されざる関係みたいな。そうなんです、だけどそれに燃える、うん、っていうのがあるんですよね。そういう組み合わせの、2人の作品を今回はちょっと紹介させていただければなと思ってまして、全部で5作紹介させていただこうと思います。いろんな関係の2人をちょっと楽しんで見てください。それでは早速やっていきましょう。それではまず1作目はこちらです。はい、藤崎ねねば先生の悪いことを教えてくださいです。あ、はい、この2人はどういう関係なんですか。はい、こちらは攻めが教師、はい、受けが生徒の、うわ、教師×生徒カップリングです。はい、わ、古来より伝わる、はい、そうですよね、もう印象がずっとある、はい、あれですね。あ、もうね、いやこれ結構年齢感とか、はい、年上×年下っていうところもまずありますし、うん、教師という立場、うん、でも生徒っていうその関係性とか、はい、いや、まあ、許されざる、まさに本当このことだと思うんですけど、いや結構その年上のね、はい、先生の大人っぽさが、はい、まあ、色っぽさとか出たり、はいはいはい、で逆に生徒側の子供感というか、なんか未熟な感じも出てたりして、すごいよりそれぞれのキャラ性が引き立ってて、うんうんうん、いいんですよね、これ。あ、そうなんですね。めっちゃ好きです、うんうんうん、でこの2人の魅力というかなんですけど、はいはい、2人がめちゃくちゃ距離近くて、はい、お、はいはいはい、なんか2人っきりで補習授業したりするんですけど、まあ、ちょっとそれをねその2人きりの授業ってちょっとそれだけでも興奮しちゃうんですけど、絶対なんかありますよ。そうですよね、はい、結構それをきっかけに普段見せない表情がこう見れてきたりとか、結構その先生が屋上でタバコとか吸ったりするんですけど、はいはいはい、まあ、そういうその先生のところに生徒が突撃したりとか、いやなんかもう認められない関係ではあるんですけど、そのイモラルさがもうめちゃくちゃ読んでるこちらとしてはたまらないというか、いやこの2人教師と生徒っていう関係だと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとエッチなそういう関係も、ね、そっちも気になりますよね、はい、いやこれ結構タイトルがもう悪いことを教えてくださいなので、もう察していただいた通りなんですけど、はい、ちゃんとあります。あ、はいはいはい、めっちゃあります。でこの2人のなんか、うん、その関係性から醸し出される、ね、はい、よりエッチさがあるので、はいはいはい、ぜひ期待してもお読みください。続いて2作品目はこちらです。はい、ゆいつ先生のリバースです。あ、はいはい、こちら結構背徳的でございました。はいはいはい、この2人は、はい、容疑者×刑事です。結構良くないですかこれ。そこか。いやちょっと私も読んでてびっくりしたんですけど、ただこれ設定これだけでちょっと言い切れない部分があるので、本当に最後までぜひ読んでいただきたいのもあって、結構サスペンスチックなんですよ、そもそも物語自体が。なのでお話のなんか濃さというか内容もめちゃくちゃ面白いので、そういうサスペンスとか好きな方にも楽しんでいただけるものかなと思っていて、で刑事っていう設定があるので、まあまずスーツ着てます。それがすごくよろしくて嬉しいですね。でこの受けの刑事の方が、はい、まあ、属性持ちというか、結構 M なんですよ。へー、はい、なんか痛いことで感じるっていうのが、はい、まあ、そういう性癖を持っている受けでして、でプラス刑事という属性もあるので、はい、なんかスーツを着た状態からのエッチが多いというか、それが結構濃厚で良かったです。はい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 、はい、で、まあ、容疑者って攻めに書いてあるんですけど、この攻めの方にもどうやら裏があるようでっていう、この2人のなんか2人だけにしかちょっと分かり得ない関係性もあったりして、どんどんそれが紐解かれている感じもすごい物語として面白いので、ちょっとぜひぜひ読んでいただきたいです ね。 そうですね、駆け引きでハラハラしそうですね。しますします。続いて紹介するのはこちら、はい、黒井豊先生のオメガの婿取りです。あ、イエーイ、はい、なんかタイトルから気になる感じなんですが、はい、こちらジャンルとしては人侠ものです、はい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 、人侠 BL、になっていて、まさに
それってもう背徳じゃないですか。そうですね、もうすでに。でこうアウトローな感じっていう世界観で、あのカップリングとしては月人×次期組長っていう、はい、おーはい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 、私それ好きですね。月人っていうことは、うん、組長よりは、まあ、言ったら位が下というか、あ、そうですね、結構そこで階級が、まあ、一応あるじゃないですか、上下関係というか、うん、だけど攻めの方が月人なんですよ。結構ひっくり返されてる感じが、その立場逆転な感じも、まさに、うん、まさにちょっとギリギリいいのかっていうポイントだと思います。結構こう、まあ、夜の世界のお話というか、うん、なのであのこうバトル、バトルぶつかり合い、いろいろと、まあまあ詳しく読んでいただきたいんですけど、はい、まあ、そういう世界にもなるので、もういつ言ったら命を落としちゃうかわからないみたいな、うんうんうん、そういった結構もうギリギリなところで戦ってる人たちの話ですし、あの次期組長っていうのもあるので、後継ぎの話とか、あ、はいはいはい、そういうところもちょっとあるので、まあ、そういうあの問題をたくさん抱えている暗めな黒い感じの世界観の中で、こうどうやってこの男性同士がやっていくのかっていう、幸せになれるのっていうところがちょっと注目ポイントなので、こういった設定にご興味のある方は本当におすすめ作品になります。はい、続いての作品はこちらです。さくらりこ先生のおやすみ愛しい小鳥様です。はい、こちら結構変わった設定がそもそもあったんですけど、うんうんうん、まず、メインとなるカップリングが使用人×御曹司、あー、使用人攻めなんですね。そうなんですよ、はいはいはい、こう使えてる方×使えられてる側、うん、と主人っていう形なんですけど、はい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 、世界観があの羽がある有翼人っていう、うんうん、そういう 人間の種類がいて、うんうんうん、結構見た目そのまま人間でプラス羽が生えてるっていうのと、まあ、羽が生えてない人、うん、まあ、どっちもいるっていう世界なんですけど、うんうんうん、羽が生えている方があの卵から生まれるんですよ。面白い、はい、で人間の方は普通に人間ですけど、うんうん、この使用人と、まあ、御曹司っていう形で出会った2人が、うん、あの御曹司の主人の方が結構ぷわぷわってしてる感じで、なんかあんまり対人関係とか得意じゃないのかなっていう方なんですけど、その主人がこうある日こう家の近所で卵を拾ってきて、まあそれをまあ育てることになるんですよ。卵ってことなのでこれから子供が生まれるんですけど、その、まあ、主人は特に恋人とかもいないようで、で自分の子をなすことにも全然なんか前向きな姿勢ではなかったので、まあ言ったらちょうどいいというか、捨てられてしまったその卵を育てて自分の子とすることで、まあ、自分の、まあ、後取りとかもできるじゃないですか、っていう本当に最初は都合がいいみたいな形から始まった感じなんですけど、その主人が対人関係慣れてないのはもちろん子供子育てとかにも慣れてないっていうことにつながってくるので、結構使用人が子育てを手伝ってくれるんですね、でなので結果的にその使用人と主人と子供でなんか3人家族みたいな感じになって、すごく微笑ましい空間が生まれるんですよ。なんか本当に表紙のイメージ通りこう、突飛な設定ではあるんですけど、すごいファンタジーな感じもあるし、優しい世界も広がっていてっていう、なんかその設定の面白さというか、それも相まってめちゃくちゃ私はハマりました。すごい良かったです。ちょっとぜひ従者×主人みたいな設定がお好きな方にも本当におすすめなので、ぜひ読んでみてください。はい、最後にご紹介する作品はこちらです。はい、円円先生の、東賢治は激しく抱かれたいです。すごいタイトルがすでにちょっとエッチ集がしますね。そうなんですよ。で今回の、はい、関係性は、はい、弁護士×検事ですね。お検事受けです。おなんかお仕事感ありますね。そうなんですよ。でなんかどこがこう背徳かと言いますと、あれですね、弁護士と検事は本来こう法廷では戦う、うんうんね、はい、べき相手なので、うん、多分一緒にいるとあの秘密がね、お互いその事件の秘密とかが漏れちゃったりして、まあそのなんだろう、法律業界的に良くないみたいなところがあるので、ちょっとこう今回は禁断設定に選ばせていただいたんですけれども、そうだから公私混同絶対できないけど、そんな法廷でめちゃめちゃやり合ってる2人が裏では付き合ってるっていうのがこちらのお話でして、めっちゃいいですね、恋人なんですね。そうですよ。でしかもこの検事側のこの表紙でちょっと乱れている彼が東賢治なんですけど、もう見た目通りすごいキリッともうシャキッと仕事はこなしてる感じなので、その仕事の関係でその弁護士の攻めの名前国友って言うんですけど、国友先生に会った時とかはもう全然そんなもう
なんかこれっぽちも付き合ってるか出さないんですよ。で仕事ではめちゃめちゃビシバシ行く、もうなんか犬猿の仲じゃないですけど、はいはい、まあなんかすごいこういつもやり手な検事で、はいはいはい、その国友先生をめちゃめちゃこう詰めていくタイプの検事で通ってるんですけど、家に帰るともうなんか国友みたいな感じで違いで風邪ひきそうなぐらいの、うわそうなんですよ、そのギャップがすごいこう見えて、なんかプライベートと公のところがしっかり区別がある2人だからこそ見れるなんかこう萌えがすごい摂取できて、より際立ちますね、はい、その裏側が、あそうなんですよ、すごいいい、なんか新しい扉を開かれた感じがしましたね、うん、でなんかまあタイトルにある通り、はいはい、あので結構その弁護士の攻めの方がポワポワというか優しい感じなんですよ、ふんわりしてるので、なんかそんな攻めに激しく抱かれたい願望のある、うんうんうん、東健二がいろいろプライベートでは奮闘して、でなんかラブラブしていくところも見れて、まあ周りもちょっと巻き込みつつ、うんうん、まあ、でもちょっとその公私混同をしないでいけるのかっていうところもちょっとポイントになったりはするので、うんうんうん、まあ、2人のいろんな過去も含めて楽しめる作品となっておりますので、はい、ぜひぜひお手に取ってみてください。はい、ということで、今回はちょっと背徳 BL を5個紹介させていただいたんですけれども、はい、なんか意外と言われてこう、うんうん、ハッとしたというか、そうですよね、普段そんなに背徳だって思ってなかった節があるというか、それこそ教師生徒とか、そうそう、はい、結構 BL 界では、うん、まあ、ある設定なので、はい、なんかそれに対して背徳だって思って読むとまた感じ方が変わる気がして、そうですね、ちょっとドキドキしちゃいますよね、なんかこうハラハラしながら見守れたりとか、まあ、でも新しい設定というかあんまり見かけないような2人の組み合わせなどもあって、うん、いろんな世界がいやまた新たな扉をどんどん開いていきそうな、ちょっときっかけになったかなと思うので、ちょっと皆さんもぜひね、ハイテク BL おすすめ何かあったら教えていただきたいです。今回紹介した、ハイテク BL の他にもですね、あの概要欄に貼っております記事の方では他の設定だったりとか作品も紹介させていただいてますので、ぜひそちらもちょっとアクセスしてみてください。それではバイチルー。